ますが、なるべく前の方にですね、お座りください。この会場は立ち見をしてはいけないということになっておりますので、遅れて入ってきた人が後ろの方に座りやすいように、なるべく前の方にお詰めいただけますようにお願いいたします。はい、それではですね、お時間になりましたので、ただいまから認知症学会2017年度の春季大会のシンポジウム、公開シンポジウムですね、最新の気象枠が描き出す多彩な大気対応結合現象というタイトルで、ただいまから始めさせていただこうと思います。私は同じ通りで、本シンポジウムの司会を仰せつかりました、首都大学東京の松本と申します。どうぞよろしくお願いいたします。開催に先立ちましてですね、主催者として簡単に趣旨説明をさせていただこうと思います。我々気象学が主たる研究対象としております大気は、その底で地表と接しておく陸面とか海面を介したさまざまな相互作用をしながら存在しております。中でも海洋は地表面の7割を占め、大気と似た面も併せ持つ流体ではありますが、気体で極めて速く移ろいゆく大気に対して気体でゆっくりとした動きをするためにさまざまな相互作用を大気との間で引き起こして、大気にもさまざまな大きな影響を与えております。本シンポジウムのテーマである大気海洋結合現象は、大気に比べて圧倒的に大きい熱容量を持つ、いわば熱溜めともいえる海洋が熱フラックスを介して大気と双方向の熱のやり取りをしていること、また地球上の水の 97% 以上が存在する、いわば水溜めですね。そういう形で大気中の水蒸気の源となり、蒸発と降水という双方向での大気との間の水の循環に重要な役割を果たしていること、また変動の時間スケールが大気は大変短いのに対して海洋は大変に長いということで、長期間での大気現象の予測、とりわけ季節予報にとって非常に重要な役割を持つということなどによって、地球の大気以外の要素を含むいわばシステムとして非常に重要なプロセスを果たしているというふうに言えます。大気海洋結合現象の代表は熱帯太平洋で発生するエルニーニョ現象で、広い範囲で海面水温の変化と海流活動や大気循環の変化を伴いテレコネクションと呼ばれる現象で、中高緯度の大気にも非常に、大きな影響を及ぼすことがよく知られております。皆さんはよくご存じの通り、2015年ですね、観測史上第3位の強さにエルニーニョが達しまして、世界各地にいろいろな異常気象をもたらしました。このように、熱帯の大気で海洋結合変動は、グローバルな気候に大きな影響を持つということは、古くからよく知られておりました。一方で、中緯度の海洋は、古典的には大気の影響を受動的に受ける場と見られてきていました。しかし、最近の研究では、中緯度地方の海洋も大気を能動的に駆動する現象というのがさまざま見出されて、これらの常識を新しくしなければいけないということになっております。極域に目を移しますと、地球温暖化に伴うと見られます北極海での急速な海洋の減少というものが前世紀の末から進んでおりまして、そういったところの影響が中緯度やあるいは熱帯にもですね、いろんな影響がされている、そういう可能性がございます。このように人間活動の影響も含めて大きな気候のいわば変換点に今は当たっているというふうに思われますが、今年は大気と海洋や海洋との結合現象に対して、国際共同研究観測を挑むですね、海大陸研究総加盟、YMCEARS of the Maritime Continent が、熱帯の方では YMC、それから極域の方では北極域を中心に極域予測年、The Year of Polar Prediction というですね、2つの大きなプロジェクトが、始まる年に当たっております。このように極と熱帯というですね、非常に遠くを離れた地域での大規模な観測が行われるというのは、おそらく1957年から58年ですね、アイズルバイ以来のことじゃないかと。そういう非常に大きな、なるような年だと思います。こういう中でですね、本シンポジウムでは熱帯から極域にわたる多様な大気海洋結合現象に関する最新の研究成果を
で1例を20分、2例を25分で鳴らさせていただきます。発表者の方にはできましたら2例が鳴りましたら発表を終えるような形でご発表いただければと思います。その後各発表の終了後にですね、簡単な質問を受けさせていただいています。で最後に、最新の気象学、日本への影響、観測、モデリング、解析の連携、今後の展望という4つのテーマで総合討論したいと思っておりますので、よろしくお願いします。なお、質問される場合にはですね、本シンポジウムの記録を、電気に掲載するということで、必ず所属とお名前をですね、最初に聞いていただけるようにお願いいたします。それでは、午後の半日、有意義なシンポジウムになりますというように、願いまして、出席をお与えいただき、早速、ご発表の方に移らせていただきます。最初のご発表は気象研究所の安田珠樹さんによります塩素の監視等ということでございます。安田さん、よろしくお願いします。